にちは、マスメロです。はじめまして。皆さんからの質問に答えるよ。今日もらったお手紙はなあちゃんさんから。なあちゃんさんは職場で努力しているのに報われないっていう悩みを持ってるみたいね。なあちゃんさんのお手紙読むわよ。いつも仕事頑張ってるのに上司はサボってばっかり。私報われないな。職場で努力してるのに報われないな。マイメロちゃん、こんな私を励ましてください。素敵なお手紙ありがとうね。マイメロもね、この前一生懸命絵を描いてたんだけど、なんだかうまくいかなくて疲れちゃったんだよ。その時お外を見たらね、9月じゃない、満月が光っててね、ああ素敵だなって思ったの。おはぎ食べたりお団子食べたりしたらもっと良かったかも。マイメロでした。はい、今日初めてお会いした方もとても残念なメッセージがあります。実はこの秘密のお部屋は今日で最終回なの。でもね、お別れじゃないんだよ。マスメロはあなたの夢に行くからね。夢の中で一緒におしゃべりしたり、絵を描いたり、ミルクティーを飲みましょう。私にそっくりな増田先生の動画は終わらないわよ。いつまでもマスメロも一緒だからね。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。人生って何かっていうと、まあここに来たらゴールっていうものではなくて、見た見た、マスメロ、マスメロ、ついに、私の親友の増田が本気を出してくれました。はい、あのね、あの YouTube 動画ね、あの見てくれた方はね知ってると思うんだけど、私のね、あの親友のね、YouTuber の増田祐介がですね、なんかマスメロっていう動画上げてたんですよ。普段は普通にね素顔で喋ってるのに、なんかね、あのマイメロのね、マイメロディのね、なんか頭巾みたいなのね、かぶってね、なんかキャラ作ってね、やってんの。あのね、これね、なんでこういうことやってるかっていうとね、私の真似をしてるんですよ。あのね、もう僕わかります。あのね、増田は、あの、僕に憧れてるんですよ。憧れて、あの、僕の真似をしてですね、あの、僕の、あの、ミキメロディーのね、動画がね、もう大バズりして、大好評なんでね、自分もね、あの、あやかってね、マスメロっていうキャラをね、ちょっとね、やってみたんじゃないかなって思うんですよね。うん。しかも、ちょっとなんか、最終回なのさ、なんか、なんか言ってるじゃないですか、悲しいお知らせとか。いや、これは、あの、コメントのね、あの、反応を見てるんですよ。もっと続けてくださいっていうのが来たらやろうって思っててね。多分ね、彼はね、あの、実験的にやってると思うんですけどね。あのね、私、あの、ね、あの、お願い、マイメロディーのね、あの、大ファン。はい。昔から、マイメロを愛し続けてるね、あの元祖、マイメロ系 YouTuber のね、ミキメロからね言わせていただくとね、増田まだまだだよ、おい、エッジが効いてないって、エッジが足りないって、弱いって、もう本気出したのいつよ。まだまだ全然本気出してないやろこれ。うん、もう頭かぶるだけじゃダメやしね。の増田が被ってるのはあれ市販のやつなんですよ。
これはこれね、あのどこにも売ってないのこの頭巾は。うん、なんでかっていうと、これはね、あの高須クリニックの私の患者さんがですね、私のためにあの手作りで作ってくれた、もう世界に一つしかないミキメロ頭巾なんですよ。だからこれはあのみんな欲しがってるのよ。で、アマゾンとかね、楽天とかで探せばあるって思って探してもないんだよね。で、あの検索して出てくるのはこれよ。このマスデが被ってたこれ、うん、これは普通に市販のものだから売ってて誰でも買えるんだけど、これは本当どこにも持ってないから私しか持ってないよ。もう本当にありがたい、あのクリニックのね、高須クリニックの患者さんがね作ってくれたんですよ、手作りで。もう裁縫がね上手な患者さんがいてん、本当に作ってくれたもんね。で、なんでこれが重要かっていうとさ、あのお願いマイメロディーを見てたね世代の方はねご存知だと思うんですけれど、あのお願いマイメロディーの中でね、何回かそのね、学校のねクラスの人たちがさ、なんか魔法をかけられてマイメロにされちゃうっていうのがあるんですよ。で、その時に、出てくるのがこういう格好なんですよ。こういう頭巾かぶって、あ、そもそもマイメロってウサギだからね、ウサギでこういうピンクの頭巾をかぶってるわけですよ、うん、でボディはもう普通に白なわけですよね、うん、なのでそれになりたかったの私は。お願いマイメロディーに出てくる、あのマイメロにされちゃったっていう人たちの格好がしたかったんだけど、まあ、これは売ってないわけよね。だから私はインスタグラムで、あのこういう格好したいっていうね、あのマイメロのあのね絵を貼ったんですよ。そうしたらね、もう作ってくれたんですよだからね、多分増田もこれ売ってると思っていろいろ探したんだけど、あのなかったよと、まあこれしかなかったよという、まあこれもいいんです。いや、実はこれも患者さんからいただいたんですよ。これも本当にたまに使わせていただくわけなんですけれど、まあということでですね、あのまだまだねエッジが引いてないよと、うん、まあ、今度さ増田と会うんですよね。あのジュラシックカップってあのボディービルの大会出るね、ちょっと前にね、あのまた私がね早稲田メンタルクリニックに行ってねコラボするんでね、多分その時に増田はあのミキメロとマスメロのね共演を願ってると思うんですよね、うん、いいって、いや、ちゃんと共演してあげるから、うん、だけどそのためにはね、あのちゃんとね用意してもらわないといけない。さすがにこれはねなかなか手作りなんで、いや作れるんだったら、作ってくれる人がいるんだら作ってもらえばいいんだけど、まあ、別にこれでもいいと思うんですよ。これでもだけど、この下はちゃんと準備しないとダメよ。下はこれは僕はアマゾンで買ったんですよ。なんか全身タイツ白ってやつね。なのでこれあの一人だとこう背中が締められないで、全身タイツ白なんだけど、この尻尾は別でこれ買ってちゃんとつけたのこれクリップで、うん、ちゃんとねつけるんで、せめてこれぐらいの用意はしてくれないと、あの私ミキメラとしてもね共演できませんのでね、あのぜひこれぐらいはちゃんと買ってください。で、あのもしこれ被りたかったら、あのちゃんとあの貸してあげるからあのでもう正式なマスメロになりたかったらちゃんとこれで貸してあげますんでね、あのどうぞあの、はい、待っててください、はい、ということで、あのマスメロ最終回とか言わないでさ、また続ければいいじゃんあの結構ね視聴者の方もさ、あの望んでる人多いと思うよ。もともとマイメロってさ、なんかマスメロの喋り方とか見ててもさ、マイメロってラジオでさ、なんかすごいお悩み相談とかやっててさ、それですごいたくさんの人を救ってるんだよね。あとツイッターとかもね見ててもわかるんだけど、マイメロのツイッターってすごい温かい言葉とか名言とかあるからね、マスメロいいと思うよ、うん、マジで、うん、なんか可愛いし、なんか似合ってるよ、うん、マスダはもともとさ、あのイケメンだからさ、童顔で可愛い顔だからさ、なんか愛嬌あっていいと思うよ、うん、だからね、まあ親友のミキメロとしてもね、これからもね、あのマスメロを応援したいと思っておりますんでね、今後ともねよろしくお願いします、ということで、ミキメロでした。いってらっしゃい。トレーニングいってらっしゃい。